ゴルゴンゾーラ伯爵。2000XX 年、突如訪れたゾンビパニックもいつの間にか落ち着き、生き残りのゾンビによる被害が1日に 2,3 件。被害が広がる前にすでに手慣れた専門職員が素早く捕獲するようになった。俺は佐々木芳郎、25歳フリーター。ゾンビパニックの時はとにかくゾンビを倒せば女にモテたのに、こんなに早く普通の日常が戻ってくるとはな。くそ、こんな街中にゾンビが。俺童貞のまま死ぬのか。ん、待てよ、この子めっちゃ可愛くない。そうだ、人間の彼女ができないならゾンビの彼女を作ればいいんだ。付き合ってください。そんなこんなで俺はこの可愛いゾンビに噛まれないよう口輪をはめ彼女にすることにした。彼女は喋れないが、なんとなくまんざらでもなさそうな気がする。どうした。うわ、オムライス、こんなことできるのか、すごいな。ゾンビは生前によくやっていたことは変わらずでいるって聞いたことがある。彼女にも昔は幸せな生活があったのかな。というかゾンビって意外と人間らしさが残ってるんだよな。噛むし喋れないし、あと臭いけど、ただの病気みたいなものだったんじゃないか。ゾンビとの同棲生活を続けるうちゾンビへの罪悪感に苛まれていった。自己防衛とはいえ、こんなに人間らしさが残っている生き物を殺しまくった上に顔が可愛いって理由で自分勝手に今度は生かしてるなんて、俺最低じゃないか。ん？なんだ？これ俺のために？ありがとう。俺なんかのために。なんかいろいろついてるけど、お前こんな俺を好きでいてくれるのか？ありがとう、ありがとう。うっ、おえ、さすがに至近距離だと匂いがきつい。ごめんな、やっぱりゾンビと人間じゃいろいろ不都合が。それでも俺は彼女との生活をやめたくはなかった。優しく家庭的で可愛い彼女に本気で恋をしてしまったのだ。しかし寝ている間に食べられそうになったり、夕飯に。そして俺はある決断をした。よし、口輪を外したぞ。お前は自由だ、どこへでも行っていいぞ。人間に捕まらないようにな。ああ、お前の言うことを一回でも理解したかったな。匂いを気にせず抱きしめたかったし、お前の好きなネズミも食べていたかった。ん？そうか、俺のことを噛んでくれ、俺もゾンビになる。こうして俺はゾンビとなり、彼女と一生楽しく過ごした。愛する人がゾンビだったら、あなたはどうしますか？ご視聴ありがとうございました。ゴルゴンゾーラ伯爵、漫画動画更新。